皆さんこんにちは。いつでもどこでも一人でもできるシルバーリハビリ体操を始めましょう。体操を行う時の椅子の座り方をご説明します。両足を床につけましょう。背筋はしっかりと伸ばしていきます。今日は膝痛予防の体操を行っていきましょう。膝に痛みのある方は無理せず行っていきましょう。太ももの内側の筋肉を強化していきます。足幅は握り拳一つ分程度開けていきましょう。手を合わせて膝の間に挟んでいきます。両膝でしっかりと挟んだ手を押していきましょう。力を入れる体操になりますので、軽く息を吐いて思い切り吸ってゆっくり吐きながらのタイミングで5秒間息を吐き続けながらしっかりと押し合っていきます。では3回行っていきましょう。軽く息を吐いて思い切り吸ってゆっくり吐きながら1、2、3、4、5。はい、楽にしてください。息を止めてしまう方は一緒に数を数えていただいて結構です。ではもう一度いきます。軽く息を吐いて思い切り吸ってゆっくり吐きながら1、2、3、4、5。はい、楽にしてください。もう一度行います。軽く息を吐いて思い切り吸ってゆっくり吐きながら1、2、3、4、5。はい、楽にしてください。太ももと太ももの裏側の筋肉を強化していきましょう。右足の後ろに左足をすくうように入れていきます。組んだ足同士でしっかりと押し合っていきましょう。手の位置は太ももの上でも椅子を持っていただいてもどちらでも結構です。両足が床から浮かないように注意をしていきましょう。力を入れる体操になりますので、息を吐き続けながらしっかりと押し合っていきましょう。では左右3回ずつ行っていきます。軽く息を吐いて思い切り吸ってゆっくり吐きながら1、2、3、4、5。はい、楽にしてください。もう一度行っていきます。軽く息を吐いて思い切り吸ってゆっくり吐きながら1、2、3、4、5。はい、楽にしてください。もう一度行います。軽く息を吐いて思い切り吸ってゆっくり吐きながら1、2、3、4、5。はい、楽にしてください。では足を変えて行っていきます。左足を前、右足を後ろに変えて行っていきましょう。同じく3回行っていきます。軽く息を吐いて思い切り吸ってゆっくり吐きながら1、2、3、4、5。はい、楽にしてください。もう一度行います。軽く息を吐いて思い切り吸ってゆっくり吐きながら1、2、3、4、5。はい、楽にしてください。もう一度行います。軽く息を吐いて思い切り吸って
ゆっくり吐きながら1、2、3、4、5、はい、楽にしてください。足全体の筋肉を強化していきます。椅子の座面を持っていきましょう。1の号令で足を上げていきます。この時膝とつま先はしっかりと天井を向けていきましょう。2の号令で足を床と水平に開いていきます。この時に体が開かないように注意をしていきましょう。3の号令で戻ってきます。4の号令で足を下ろしていきましょう。続けて4回右足から行っていきます。はい、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4。今度は左足から同じように行っていきましょう。はい、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4。太ももの裏側の筋肉を伸ばしていきましょう。安全に行える範囲で浅めに椅子に腰掛けていきます。右足を前に出していきましょう。足の裏は床にしっかりとつけていきます。体が硬い方は膝を少し曲げて行っていただいても結構です。右手が上になるように膝に手を重ねていきましょう。お腹と太ももを近づけるように体を前に倒していきます。目線は足先を見ていきましょう。この姿勢で15秒数えていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。ゆっくりと体を起こしていきます。もう一度行っていきましょう。上体を前に倒していきます。15秒数えます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。ゆっくりと体を起こしていきましょう。反対側も同じように行っていきます。左足を前に出して足の裏全体を床につけていきましょう。左手を上にしてお腹と太ももを近づけるように上体を倒していきます。しっかりと足先を見ていきましょう。15秒数えます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。ゆっくりと体を起こしていきます。もう一度行っていきましょう。体を前に倒していきます。15秒数えます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。ゆっくりと体を起こしていきましょう。皆さんお疲れ様でした。本日行った体操はいわき市で配布しているパンフレットに掲載されています。ご自宅で継続して体操を行っていきましょう。